福島第一原子力発電所では、原子炉建屋内にある燃料を取り出し、発電所全体のリスクの低減を図り、周辺地域の安全性を高めていく必要があります。1号機、3号機は平成23年3月の水素爆発により、建屋の上に瓦礫が散乱しているため、まず瓦礫を撤去する必要があります。平成25年8月、 3号機のがれき撤去工事において、放射性物質が付着した塵やホコリが舞い上がり、空気中の放射性物質の濃度が一時的に上昇しました。当社が敷地内に設置している計測器から評価を行ったところ、放射性物質は2時間程度の間に、北西方向に1300億ベクレルから2600億ベクレル飛散した可能性があり、当時、敷地境界でわずかに放射線量の上昇が見られました。 その値は2時間の積算値で合計0.02マイクロシーベルトで、自然界から1年間に受ける量の10万分の1程度のレベルであり、人体に影響を与えるレベルではないと考えております。しかしながら、当社はこのことを重く受け止め、二度と同様の飛散を起こさないよう、飛散防止剤を撒く頻度や範囲、濃度を見直し、飛散を抑える対策を強化しました。 1>, 1号機では放射性物質の飛散を抑えるため平成23年10月に原子炉建屋全体を覆うカバーを設置しましたが1号機でも燃料取り出しに向け瓦礫を撤去するため建屋カバーを解体することとしています建屋カバー解体では瓦礫を動かすことはありませんが3号機の反省を踏まえ放射性物質の飛散を抑える対策や 空気中の放射性物質濃度を監視する体制を強化しています。建屋カバーの解体では、まず屋根に穴を開け、瓦礫の上とパネルの内面に飛散防止剤を十分に巻きます。放射性物質を固着させてからパネルを取り外します。屋根パネルを2枚取り外した後、一定期間、空気中の放射性物質濃度の推移を確認し、 オペレーティングフロアの瓦礫状況や放射性物質濃度の調査などを行います取り外した屋根パネルは12月初旬までに一旦屋根に戻します平成27年3月以降、飛散防止剤を巻き再び屋根パネルを取り外します壁パネルを取り外す前には 水を撒く設備を設置するとともに散乱している砂やほこりを吸引します次に壁パネルに穴を開け側面から壁パネルの内面やがれきの下にも十分に飛散防止剤を撒いた上で壁パネルを取り外します次に縦やカバーの柱と梁を取り外していきます 最後に、防風シートを取り付けた針を設置します。建屋カバーの解体後、平成28年度から瓦礫撤去作業を行う計画です。1号機の瓦礫撤去作業は、3号機よりもこまめに飛散防止剤を散布します。作業中は、吸引や水まきを行いながら瓦礫撤去を進めます。放射性物質が舞い上がった場合には、外側から散水するなど、 建屋街への放射性物質の飛散を抑える対策を何重にも実施し、万全を期した上で慎重に作業を進めます。発電所には、校内で働く作業員の安全を確保するために、空気中の放射性物質濃度と放射線量の測定装置を設置しています。さらに測定装置を追加して放射性物質濃度を継続的に測定し、発電所周辺に影響がないことを確認していきます。 測定結果や工事の状況は当社ホームページでお知らせし、万が一トラブルなどが発生した場合には、作業員への周知及び自治体に速やかに連絡するとともに、皆様に分かりやすく情報公開を行っていきます。当社は放射性物質の飛散抑制と作業員の安全を第一として、燃料取り出しに向けて一歩一歩着実に作業を進めてまいります。